移動シーズンを迎え、昨日夜、奄美市の名瀬港では島を離れる教職員と見送りの児童生徒らの別れを惜しむ姿が見られました。昨夜の名瀬港フェリーターミナルは島を離れる教職員と見送りの児童生徒や保護者らが多く見られました。見送りに来た人らは移動する教師にエールを送り万歳するなどして新天地に送り出していました。なんか悲しいけど次の学校でも頑張ってほしい。自分の知らない環境だったけど保護者の方がいっぱい助けてくださったので、今日前受け持った子がこんなにいっぱい来てくれるとは思ってなかったので少しありがたいですね。見送りの人らはペンライトや手を振って最後まで別れを惜しんでいました。